ベアテシロタゴードンは、アメリカ合衆国の舞台芸術監督、フェミニスト。ウィーン生まれで、ユダヤ系ウクライナ人の父母を持ち、少女時代に日本で育った。1946年の日本国憲法制定に関わった人物として知られており、このうち2012年まで存命した唯一の人物であった。22歳で連合国軍最高司令官。 総司令部民政局に所属し、GHQ 憲法総案制定会議のメンバーとして、日本国憲法の人権条項作成に関与した。日本では、日本国憲法第24条総案を執筆した事実が1990年代になって知られ、著名となった。戦後は、ニューヨークに今日構え、ジャパンソサイティ、アジアソサイティのプロデューサーディレクターとして、 世界の民族芸能を米国に紹介。アジアソサエティを退職後、パフォーミングアーティストを集めて、世界中を公演するキャラバンの実現を目指した。二千十二年十二月三十日、水臓癌のためニューヨークの自宅で死去。八十九歳坊津。ベアテシロタは九百二十三年十月二十五日、ウィーンのベイリンガー通り五十八番地で、ロシア系府出身のユダヤ人で、 ピアニストとして有名な父、レオシロタと同じく、キエフ出身でユダヤ人貿易商の娘として育った母、オーギュスティーヌの間に生まれた。おじに指揮者、ヤッシャホーレンシュタインがいる。名前は、母親が敬愛するウィーンの作家ステファンツバイクの作品に登場する人物、ベアテ夫人から命名。父も母も1917年のロシア革命への ユダヤ人排斥によって国に帰れなくなっており、オーストリア国籍を取得していたため、ベアテの国籍はオーストリアとなった。当時、フェルチョブゾーニに支持した父のレオシロタはリストの再来と呼ばれ、すでに国際的に著名なピアニストで、ベルリン、パリ、ブリュッセル、フランクフルト、ザルツブルク、ロンドン、あるいは極東のウラジオストックにまで遠征公演に明け暮れていた。 ハルビン公演を聞いた山田工作が1928年5月18日ホテルを訪れ日本での公演を依頼。レオはその年に訪日して1ヶ月で16回の公演を行い、訪日中、山田工作はレオ東京音楽学校教授に招聘する。その頃のヨーロッパは経済が不安定で公演キャンセルがたびたびあり。 ドイツを中心としてハンユダヤ主義が台頭してきたため、一家3人は半年間の演奏旅行のつもりで1929年の夏、シベリア鉄道でウラジオストックへ、そしてカイロで横浜入りし、父レオは東京音楽学校ピアノ科教授に赴任。同僚には作曲家のクラウスプリングスハイムなど、早々たる音楽家が名を連ね、当時の東京音楽学校は、 欧米の一流音楽大学に比べても、遜色のない世界最高水準の教授陣を、要していた。この年1929年10月24日、ウォール街の株価大暴落に橋を発した、世界恐慌が起きている。5歳半で、初来日したベアテは、日本人が、みな黒い目で黒い髪であることに驚き、ねえ、ママ、この人たちはみんな兄弟ですかと母に尋ねる。 このことがベアテにとって日本の第一印象だったと、後年、著作や講演、インタビューで繰り返し語るエピソードとなっている。白竹は東京市赤坂区日野基町10番地のいわゆる乃木坂近辺に今日構え、ベアテは日本での生活を開始。9月にはドイツのナショナルスクール東京大森ドイツ学園に入学。半年間滞在のはずが世界恐慌により、 ヨーロッパで未曽有の不況が続く一方、ドイツでは1930年9月にユダヤ人を排斥するナチ党が総選挙で第二党となったため、白竹は日本滞在を続けることにした。乃木坂の白竹では、母オーギュスティーヌがたびたびパーティーを開き、山田耕作やこの絵秀丸、画家で、ロシア文学教師のワルワーラブブノワやその妹で、バイオリニストのオノアンナなどの芸術家、 文化人、在日西洋人や法日中の西欧人、徳川や、三井や、浅吹家など、公爵や伯爵夫人らが集まるサロンとなる。日常的に、ドイツ語、日本語、英語、ロシア語、フランス語が飛び交う環境で暮らし、ベア家にピアノの才能はないという母の判断により、家庭教師について、英語とフランス語を学ぶ。パーティーで好きな曲を聴かれて、 ストラビンスキーと答え、客を驚かせた。当時、ストラビンスキーを聞いたことのある人は、稀だったからだが、父レオが好んで弾いたため、ベアテにとっては、馴染みの作曲家だったのである。6歳の頃から、ピアノとダンスを習い、様々なコンサート、オペラ、日本の伝統芸能を含む芝居などに馴染み、成長期に日本の文化を積極的に吸収して育つ。 一家と共に暮らしたのは、父母の他に、河野浦出身で、網元の娘の小芝美代らお手伝いさんと、エストニア人の英語教師。小芝美代は、とりわけ身近に接した日本人女性だったため、ベアテの精神形成に大きな影響を与えたとする指摘は多い。日本女性の地位の低さを、小芝美代から、子守唄のように聞かされていた経験が、後に、 憲法24条草案を積極的に書かせる動機になったとの指摘もある。ベアテ自身も後年、小芝美代との出会いを折に触れ10回している上、1966年にはニューヨークに呼び寄せてもいる。1936年2月26日2.26事件の際、ベアテは自宅の門に憲兵が保証に立つのを目撃。 この頃通っていた東京大森ドイツ学園に、ナチス党員の教師が派遣され、毎朝、ハイルヒトラーの挨拶や、ホルストベッセルリーとの聖書を強いられ、ベアテは危険思想を持つ、問題児と白眼視されたため、目黒区にあるアメリカンスクールインジャパンに転校、ここで卒業までの残り2年間を過ごす。日本での10年弱の生活で、ベアテはすでに、ロシア語、ドイツ語、フランス語、 英語、ラテン語、さらに、日本語を習得していた。1939年5月、アメリカンスクールを卒業した15歳のベアテは、ソルボンヌ大学を志望したが、当時フランスとドイツが開戦直前の情勢だったため、両親はカリフォルニア州サンフランシスコ近郊オークランドの全寮制の女子大学、ミルズカレッジへ留学させることを決める。 旅客機ではなく、回路により移動していた当時、カリフォルニアは、比較的日本に本日解除次第でもあり、16歳の女の子には安全だろうと判断したからであった。米国行きにあたって、ビザ取得の必要があったが、当時すでにオーストリアのウィーンはナチに占領され、ビザ取得のための証明書入手が不可能となっていたため、父レオは、白岳近くに住んでいた顔なじみのヒロタ高機に頼る。 広田幸樹が米国大使に電話で直談判することで、米国大使館の了承を得て、ビザを取得した。留学前に父母と共に、北京、上海などを中心に3週間の中国旅行に出かけ、ベアテは日本と中国の違いを知る。父母同伴で渡米し、サンフランシスコに着いたベアテは、トンボ帰りで日本に戻る父母を見送った後、ミルズカレッジに入学。先行は、 文学都市、フランス語の研究会や演劇部に所属。勤労女性は貧困階級であることが常識だった。当時の米国で、ミルズカレッジの学長オーレリア・ヘンリー・ラインハートは、女性の社会への進出と自立を唱える、いわゆる進歩的なフェミニスト女性だった。大学では、卒業後には就職することを前提としたカリキュラムが、組まれ、学長はまた、 女子学生に対し職業を持ち政治に参加する必要性を説いていた。女性の権利と女性差別の現実を学んだベアテは大学時代にフェミニストとしての自覚を持つ。フランス語の研究会主催パーティでベアテはナポレオン時代の宮廷パーティを模した仮想パーティのディレクターを務め、後にディレクターとして活躍する演出の基礎を学ぶ。留学中ベアテは自分が 愛国者の日本人となっていることに気づく。日本から来たことを知った学友は、日本のことを尋ねるが、そのほとんどは日本についてのあまりの無知、無理解な質問ばかりで、無神経な発言をしてはばからない態度だったため、その度に苛立たしい思いに駆られては、両親の住む日本への教習を抱き、自分が半分以上日本人となっていることに気づいたからであった。 翌1940年の5月、学年末の試験後2ヶ月間のバカンスで日本に帰国し、両親と一緒に軽井沢の別荘で過ごす。この時の思いをまさに自分の国への帰国だったと実感している。ベアテにとって米国留学はカルチャーショックの経験であった。1941年夏、渡米した両親と過ごす。日米間の緊張の激化を 心配した、米国の友人たちの忠告から、母オーギュスティーヌは、このまま、アメリカに残ろうと主張。しかし、これまで、家族の主張に反発したことがなかった父レオが、この時に限って、東京音楽学校に対する契約履行義務を盾に、私を待っている生徒たちがいるのだから戻らないといけないと反論し、両親は1ヶ月の滞在の後、9月になって、 日本に向かう船に乗ってしまった。帰国途上のホノルルで、米国政府は日本入国許可を渋ったため、両親はホノルルに足止めされた。父はハワイ各地で演奏会を開いてしのいだ。米国政府の許可が11月に下り、11月末に両親は日本に帰国した。両親が乗った船は、日米海戦前の日本行きの最後の便だった。 帰国10日後に日本軍は真珠湾攻撃を観光。両親の住む日本とベアテの住む米国の海戦により、これ以後戦争終結までの期間、両親との連絡が途絶えることとなった。ベアテは親からの仕送りがなくなったためサンフランシスコの CBS リスニングポストで日本からの短波放送の内容を英語に翻訳するアルバイトをして経済的自立を果たす。 この仕事を通じ、ベアテはそれまで日本語の知識として身につけていなかった文語体と敬語を学び、同時に当時日本からの報道で品質していた軍事用語を習得。米国に滞在していた父の弟子から譲り受けた土日辞典を用い、英語からロシア語に訳した軍事用語を日本語に翻訳するという作業で軍事用語に馴染むという方法を用いた。 日系二世でも聞き取れない用語を聞き取ることができたため上司の信頼を得、集休も上がった。戦争のおかげで自活力をつけ、アルバイトで生活を支えながら大学生活を継続。この間、父からの言いつけ、ピアノだけは毎日弾きなさいに背き、ピアノは弾かず、好きなダンス、映画、コンサートにも出かけることなく、学業とアルバイトだけの生活を送る。 まもなく、アルバイト先の会社が、米国連邦通信委員会の外国放送サービス部に改祖となり、合衆国政府の管轄下に置かれる。ベアケは、この FCC の仕事を通じて、日本からの情報を業視し、両親の消息を探った。FCC が入手する情報から、両親が無事であることや、父が東京音楽学校を罷免された、などの情報を得た。 1945年1月、ヨーロッパで生活する意思もなかったので、オーストリア国籍から米国籍を取得している。卒業年を迎えたベアテは、ミルズカレッジを最優秀の成績で卒業。卒業後、FCC から戦争情報局に転職、対日プロパガンダ放送の番組大本原稿作成の仕事に従事。2年足らずの S 勤務の後、退職し、 1945年3月に住み慣れたサンフランシスコからおばの住むニューヨークへ転居。ニューヨークで得た職はタイム氏のリサーチャーであった。当時のタイム氏では記者はすべて男性で記者として女性は採用せず、リサーチャーは全員女性、給与も女性の方が低い。記者はリサーチャーの収集した情報素材で原稿を書き、リサーチャーが 原稿の構成を行うことになっていた。記事に誤りがあれば、記者の責任は問われず、リサーチャーが責任を問われて、原稿の対象となった。自由と民主主義の先進国だったはずの米国で、女性を差別する現実に直面し、ベアテは渡米以来、初めての屈辱と挫折感を味わう。とはいえ、タイム氏は、リサーチャーとしての訓練を施したため、 後の日本国憲法起訴の際、ここで培った能力が生きることとなる。軽井沢の別荘へ強制疎開させられていた両親は、終戦直前の1945年7月31日、1週間後に警察への出頭を命じられた。1週間後の8月6日、米国は広島市に原爆を投下。出頭しなかったが、憲兵は現れず、 翌日も翌々日も連絡がなく、やがて1945年8月15日、ポツダム宣言を受諾した日本が降伏し、敗戦を迎えたため、両親は関係の追及を免れた。職場のリサーチャー全員から協力を得て、ベアケは同年10月にタイム氏の日本特派員に両親の安否確認を依頼。10月24日、日本から返事のテレックスが到着し、 特派員の通訳が両親の無事を現任したとの知らせを受け、ベアテは日本に帰国できる職を探す。当時の米国には日本語を話せる白人は60人ほどしかおらず、FCC、ユス、タイム誌での経歴と六個と5話者であることを買われ、連合国軍最高司令官総司令部の民間人要員として採用されて空路で日本に帰国。 12月24日に焦土となった、古国、日本の厚木飛行場に降り立つ。千代田区、有楽町、いわゆる皇居堀端の第一生命ビル6階の連合国軍最高司令官総司令部民政局に、赴任したベアテは、赴任の初日、3日間の休暇を申請、両親の安否確認と世話をしたい、とその事情を説明。これを聞いた上司から2つ返事の承諾を得て、休暇を取る。 両親を探して奔走したが、父レオが NHK でピアノを弾いたのを聞いた人が現れ、問い合わせた結果、軽井沢に帰ったと知らされ、電報を打つ。焼け跡となった、乃木坂の自宅は、わずかな敷石を除き、跡形もなかった。夕刻、娘からの電報を受け取った父レオが軽井沢から、上京して第一ホテルに現れ、再会を果たす。この時、母オーギュスティーヌは、 栄養失調のため再会は叶なわなかったが、翌々日に玄関機の軽井沢で再会。ベアテは原宿の地人宅を借り、休暇の3日目には戦時中苦しい生活を強いられていた両親を東京に引き取った。ダグラス・マッカーサー原水の率いる g h q 民政局でベアテは政党化に配属され、女性団体やミニ政党、女性運動家などを調査する。 公職追放担当の調査専門官となる。待遇は日本に帰国する直前まで務めていたタイム氏とは運命の差で一人前のスタッフとして扱われたため仕事に没頭できたと本人は解雇している。1946年2月4日、ベアテラ民政局行政部スタッフ25人はコートニー・ホイットニー民政局長に招集され GHQ による モデル憲法草案起草の国費命令を受ける。ベアテは通訳や秘書でなく正規スタッフとしてメンバーに入ったことに意外だった、急に言われて最初の5分間は何が何だかわからず、ただびっくりしていたという。ちなみに後に彼女の夫となるジョセフ・ゴードン中尉は通訳担当だった。草案作成の命令を受けた後にベアテが最初に取った行動は都内の図書館に出かけて、 各国の憲法について書かれた資料を借り出すことだった。流暢な日本語とタイム誌で培われたリサーチャーとしての能力がここで威力を発揮し、ベアテが収集した大量の資料は他の草案作成のメンバーにも重宝がられ、わずか22歳のベアテの名は民政局内で有名になった。3名で構成された人権省委員会でベアテが担当したのは、 社会保障と女性の権利についての条項であった。とりわけ、女性の権利については、当時の世界の憲法において、最先端とも言える内容の人権保護規定をベアテが書いた。アメリカ合衆国憲法には、60年経過した、現在も、両性の本質的平等にあたる規定が存在せず、彼女の草案が、画期的であり、見方を変えれば、急進的であったことが伺える。 ベアテが起草を手掛けた詳細にわたる記述は、主に運営委員会、ケ経リス大佐の反対で大半が削除される。ベアテはその時の思いについて、痛みを伴った悔しさが私の全身を締め付け、それがいつしか涙に変わっていたと表現するが、後には本人もアメリカはそもそも憲法上女性の権利や社会保障について規定していません。 運営委員会の人たちは、米国の弁護士で、しかもみな40歳以上の男性で、欧州法など知らなかったのですと冷静に分析している。ベアテが考えた人権規定の精神は、現行憲法では、第24条、第25条、第27条に生かされることになった。ベアテの草案の一部は、次の通り。現行憲法、第24条の下敷きとなった。 総安全文は次のようになっていた。憲法第14条一項総案もベアテが起草している。ベアテが参考にした各国の憲法条文は次の通り。ワイマール憲法第109条、第119条、第122条アメリカ合衆国憲法第1修正、第19修正フィンランド憲法ソビエト社会主義、共和国連邦憲法第10章。 第122条ロシア語も堪能なベアテがいたために最終的にはカットされた土地国有化の条項がソ連憲法から草案に取り入れられたと考えられる3月4日から始まった GHQ 案を日本語に翻訳する作業でもベアテの日本語の能力はアメリカ側にも日本側にも印象付けられる結果となるベアテは制約が多く意味が深い日本語のニュアンスを アメリカ側に伝え、時々は、当時の日本の習慣について説明し、日本側の見解を擁護したことで、日本政府の代表にも好感を持たれていた。戦後米国でのジャパンソサエティ、アジアソサエティ活動で活躍したベアテダが、1990年代半ばまで自らが憲法草案に関わったことは公表していなかった。その理由について、 自分の存在が会見派の学者に悪いように利用されると思っていましたからという。実際、ベアテは通訳として日本側との交渉に同席した自分を派手な化粧と服装と揶揄する文章を目にしたことがあるという。ただ、憲法制定過程について発言してきた元上官、ケイディスが自らの恒例を気にかけ、意き証人としての役割をベアテに求めると、ケイディスさんが 女性の権利基礎について皆さんに話しなさいと言うんですもの。何年経ってもボスの命令には逆らえませんからと思い、口を開き始めた。憲法草案を作成した実務者たちが全員ぶっこした後での活動と会見反対の姿勢がほとんどであり、彼女が亡くなった後もベアテの発言や証言がどこまで信頼できるものなのかしばしば疑問視される。記録映画 ベアテの贈り物ザギフトフロムベアテは2002年暮れのクリスマスの夜赤松良子や元ソニー社員落合良らがベアテも80を過ぎた彼女が生きているうちに映画でも作りたいねと雑談していた際居合わせた岩波ホール総支配人高野悦子が映画は作ろうと思えば作れると即答したのがきっかけとなり全国に呼びかけて制作された 当初から藤原智子の監督起用は決まっていたが、制作資金がネックとなっていた。2003年11月の東京国際映画祭、女性映画祭のパーティーの席上、制作資金の大口出資を持ちかけた赤松良子と、その要請を2つ返事で引き受けた岩田君枝が中心となって、制作委員会が発足。制作委員会は、歴代労働省婦人少年局長、 女性有識者、大学教員、草の根運動の女性らを中心に拠金を広く呼びかけた。監督として正式に依頼を受けた藤原智子は2004年春から制作を開始、半年で完成させ2005年4月30日に東京都千代田区神田神保町の岩波ホールで風切り、全国で順次上映。内容は戦後の日本女性が 憲法24条をどう受け止めたか、ベアテによる総行のうち削除された部分は、どう法的整備がされてきたかを焦点に、ベアテの両親、老い立ち、戦争経験、日本国憲法基礎への参加のほか、山川菊江、市川房江、ピアニストであった父、レオの教え子や、労働省婦人少年局局長時代に、男女雇用機会禁等法を成立させた、赤松良子。 難民高等弁務官、小形貞子など様々な動きや、その行動と言動を紹介することにより、戦後の女性誌を外観している。ありがとうございます。